セカンドシーズン、シックステージ、なんだっけ、シックステージも、ボーナスステージもラストとなりました。はい、こちら、こちら。はい、新ウルマ駅ですね。もうちょっと。はい。はい、取れましたね、新ウルマ駅。大変ですね、はい。で、周辺施設はこんなにありますよ。岐阜市ですからね。岐阜市ってこんなに広いんですな。各務原市役所もありますね。あ、ぐちゃぐちゃ、各務原市か、この辺りは。すごいね。はい。こんな感じですね。で、こっちにもありますね。うん。有名な方もはいないですね。こっちは、ま、案内図になっております。周辺施設はというと、郵便局があったり、まあ、ふれあいバスがあったりするわけなんですけどね。あ、JR さんがありましたね。はい、以上です。こんな感じですかね。あと特別な施設は、この、江戸情緒を表す新ウルマ駅ですね。と、ブーンブーンって聞こえるあの、飛行機の音でしょうか。多分航空機かなんかが飛んだんでしょうね。はい。ああ、空、いいですな。ウヌマ。はい、ウヌマです。民宿や弥生があったりたりするんですね。民宿多いですね、この辺りは。接骨院にもですね。こっちは鏡ヶ原線。まあこんな感じですかね。うん、カフェリモーネがあったり、まあ、すごいですね、この辺りは本当に。はい、全体的に言うと、やっぱり鏡ヶ原線乗りたいですな。何でしょう、あれは。ああ、よくわからないところですな。バス、乗車場ですね。はい。岐阜バスですね、これも。はい。岐阜バスは何件ありますかね。まあ、岐阜バスについては、まあ、とりあえず、岐阜関係大冒険、岐阜大冒険の時に言いますかね。はい。以上です。はい。ご視聴ありがとうございました。